高潔でまっすぐで正義感にあふれる男だったらしい。あいつが？だいぶ印象と違っていたな、それからもう一つ君たちにお願いがあるんだ。父様。本気なの。聖騎士になりたいって気持ち、イロン・シッドと戦って本当に痛感した。自分がいかに経験も実力もない未熟な半人前かって。だからいつか一人ででも大切なものを守れるような立派な聖騎士になるためにも修行の旅に出ようと思うの。お前の気持ちはよくわかった。だが一人旅など私は許さない。どうして分かってくれな。あ、それって、僕らと一緒に旅をしよう。アン。ま、賑やかな旅は嫌いじゃねえし。もう仲間だと思ってましたしね。本当に母さんに似たな。強情な性格も負けん気の強いところも全部。眉毛は父様によ。行ってきなさい、アングハルハット。父さんはいつでも応援してる。